両チームの頑張ろう神戸対決。それでは第1ラウンド、オープン戦初戦の先発はイチロー4球で抑えられると自信の山崎。先発マスクをかぶるのはルーキーで田淵以来の大抜擢ドラフト2位の北川。イチロー第1打席初球いきなりセンター前へヒット。さらにあっさり盗塁を決めます。田口もこれに続いてセンター前へダイレクトでバックホームする新庄。さすが新庄。しかし北川がポロリ。山崎4球で抑えるどころか4球で1点を失ってしまいます。イチローは第2第3打席も山崎からヒットを放ち、さすがにいいバッターだねと手上げ。イチローはここまでオープン戦16打数8安打の打率5割。ついでにこの華麗なる守りも披露します。一方守備では盗塁を3つも許すなど今一つの北川ですが、バッティングでは3打数2安打1打点でも本人は差し引きチャラ以下。ゲームの方は2点を追うタイガース9回ワンアウト満塁でピンチヒッター平尾がランナー1走のタイムリースリーベースヒット。7対5でタイガースが勝ってます。来られました西本幸雄さん、今年もお元気です。はい、まあ、順調に、キャンプは見てきました。はい、期待したいと思います。さて、今日はこの人にまずスポットを当てました。ご覧ください。頑張ります。頑張ります。はい、緊張した緊張した、はい、井上隆夫19歳。なかなかいい顔してますね。千葉の桜高校出身ですから長嶋茂雄さんの後輩ということで。そうですね、顔もいいですがね、本も綺麗ですよね。そうですか。昨年は最優秀防御率をウエスタンで上げたんですが、楽しみにしていた今日のイチローとの対決、打ち取りましたね。イチローにタイミングを狂わせね、そして、この高田にねフォークで、三振を打っとるんですよね。球種の少なさをね、キャンプの時一生懸命勉強して、補いつけましたよね。はい、ただこれニールに一発を浴びるんですが、その前のボールからご覧いただきます。これはね、ワンスリーからカーブ、ニールはもう全然、タイミング間違ってるんですよね。ここでもうまっすぐ山張れないところへまっすぐ行くわけですね。本当ならばこれが詰まってなきゃいけないんですけれども、球威がもう一つ、あるいはコントロールがもう一つということでね、ホームラン運ばれるわけですね。それが今後の課題ですが、非常に阪神にとっては明るい材料でした。一方のオリックスの先発は5人目の先発に名乗りを上げたい小林なんですが、良かったですね。良かったです。今日はね、テンポもコントロールも良くてですね、阪神打線いまいちだったですけれどもね、もう本当に、見下ろしているようなね、そんなピッチング内容だったですね。5回をたったの1安打。これは計算ができますね。もう一軍、こんな内容だったらね、当確じゃないですかね。はい、背番号22、覚えてください。さあ、ところが6回に阪神の幼い内容をご覧いただかなくてはいけません。これでね、エラーばっかり続くんですけれどもね、ここらエラーしてる人たちはね、みんな一軍班の人たちばっかりなんですよね。はい、体ができるとですね、キャンプでもすぐ紅白戦に入ってしまってですね、個人 の、 その練習というかね、そういうものができてなくて、こういうことになってしまうんですね。お寒い中、試合を特集全員です。試合は6対0、オリックスの一方的な勝利でありました。4つのエラーで4点を献上するなど、エラーの連鎖反応に中村監督も言葉がないと一言。阪神は7回から期待のサイドハンド、ルーキー川尻が登板しますが、プレッシャーからか球が高めに行き、3安打1失点の内容。結局試合は塩田アナウンサーです。おととい6つのエラーで全員居残り特集を受けたタイガースですが、今日は3番の新庄が 4-0 で併殺打2つ、そして4番のクールボー3打席全て三振と、今日は全く打てず2試合連続のシャットアウト負け。いいところがありません。さあ、まず3番の新庄ですが、オープン戦に入ってからも山内コーチがひっきり。しかし今までの自分のバッティングと山内理論の折り合いがなかなかつきません。1回裏第1打席ワンアウト一塁に亀山を置いて、カープ3年目菊池原の投球に詰まって 6-4-3。 2打席目ワンアウト満塁のチャンス、ピッチャーゴロでホームゲッツーは2つ目の警察官。そして3打席目ワンアウト一塁で、これまたあわや併殺だという打球がサードへ飛んで一塁はかろうじてセーフ。ピッチャーが井上雄二に代わった4打席目ボールをカーブを振らされての三振。中村監督も結果を考えすぎて小さくなっていると渋いコメントです。そして4番のクールボー、ファール2つで粘った 2-3 から空振りの三振というのが1打席目。そして2打席目、これまた空振りで三振。
左投手に強いという触れ込みのクールボーが左の菊池原を全く打てず3三振で途中からベンチに下がりました。一方カープの方ですが、足の故障で欠場の江藤に代わって4番に入った4年目の金本が大当たり。こちらはクールボーとは逆に苦手と言われた左の猪俣からまずライト前にタイムリーで1打点。これが2打席目、一塁線突破のツーベースです。さらに3打席目、竹内からセンター前に弾き返して3安打の固め打ち。今年はカープのクリーンナップに食い込めそうです。試合の方は同じ江藤の代役でサードに入った山田にも1号が出て7対、広島前田に3番4番はいない方がいいんじゃないかとまで酷評された阪神ですが、4番候補ナンバーワングレンがついに初登場。1打席目は敬遠気味のフォアボール、そして2打席目ワンエンドワンから芝草の投げた高めの変化球、軽く振り抜いただけですが、打球は高々と舞い上がってバックスクリーンの左。元アストロズ4番、メジャーの力を見せつけてくれました。そして中村監督がそのグレンに引っ張られた面もあるだろうというクールも、昨日の3三振とは打って変わってこの豪快なバッティングで逆転ツーラン。打線に軸ができれば今度はピッチャー、先発は右のエース矢部圭一。立ち上がり日清のマウンドの傾斜に馴染めずボールが高めに浮いてしまい3本のヒットを打たれ2点を失いました。しかしキャッチャーミットだけを意識して投げたという3回以降はほぼパーフェクト。インサイドの攻め、ストレートを見せてカーブで打ち取る組み立て、今日の課題を全てクリアして納得のピッチング。ゲームの方は5回裏、阪神の攻撃中激しい雨のためにコールド打てない大江王監督ですが、柴田さん試合前話してらっしゃいますね。そうですね、ちょっと打てませんねって聞いたらね、はい、やっぱり打線というのは波があるんだと、だからね、やっぱりどうしてもやっぱりシーズン長く戦うにおいてはね、はい、ピッチャーがちょっと頑張ってくれないとなということを話してましたけどね。なるほどね、まあ、その大江に対して阪神の方は先発ピッチャーは期待のサウスポー中田浩二だったんですが、オープン戦初登板です。まあ、この中田が今シーズンのタイガースの投手陣の鍵を握ると思うんですが、その中田立ち上がりの1回に2本のヒットを打たれますが、このピンチはしのいで、2回は藤本、佐藤を連続三振に取ります。今日は良かったですよ。はい。特にね、変身中田を見ましたね。去年まではね、どうしてもスライダーに頼ってたんですけどね、今日はね、はい、カーブ、まっすぐ、それからちょっと落ちるシンカーですよね。はい。これをうまく低めに集めてましたよね。これは4回の秋山に対して。特に秋山のこの打席に関してはね、もう本当に際どいところ、際どいところ投げてましたしね。これ最後、バッとこう、シンカーを混ぜて最後来るんですけどね、秋山受けるのは全くなかったですね。そうですね。このピッチングが完璧だったですね。はい。まあ、中田は5回を投げて4安打、奪三振6でしたが、まあ、中田は良かったんですが、一方この三振に取られた秋山ですがね、ちょっとね、ボールの、ね、視野が狭いっていうんですか、構えた時に。だからね、変化球にね、全く左の肩が開いちゃうんですよ。はい。だからね、全然ボールが見えてないっていう感じでね、ちょっと4番としては心配だなっていう感じだと思いますけどね。秋山、今日はレフトファールフライと2つの三振でした。さあ、タイガースは今日は新庄と亀山が欠場していて、外野は八木、吉田、広志、そして檜山の布陣ですが、2回に八木が先発の渡辺秀和からホームランを放ちます。さらに吉田、広志もライトにヒット。やっぱりね、こうやってね、若い人がね、はい、出してもらった時にね、こうやって争っていくんですかね、競争心っていうんですかね、そういうのが出るとね、やっぱりレベルアップにつながりますしね、この檜山のホームランも良かったけど、はい、少し渡辺がね、立ち上がり良かったんだけど、やっぱり八木のホームラン打たれてからちょっと変わっちゃいましたよね。そうですね。そしてタイガースの打線は今日も好調です。4番のグレン、初球、2試合連続のホームラン。これはね、軸がぶれてないし、バットがまっすぐ出てますからね、これだけの打球を飛ばしましたけど、かなり長打力ありますね。かなりグレンはやるやるそうな感じますね。昨日ノーヒットノーランを喫した大栄は最終回。中村監督